みなさんこんにちは。今日はこちらのレジスタで遊んでいきましょう。うさももプリンセスレジスタです。とっても気になりますね。お店でね見かけて我慢しましたが結局買っちゃいました。はい、中を開けてみましょうね。こんな可愛いグッズも入ってそうなんですよね。女の子にはたまりませんね。うさももちゃんのレジスターは3代目になります。1代目は木のおもちゃで、フパンが2枚で150円、パンダパンが130円、牛乳がですね90円です。2代目はこんな形で、かぼちゃ100円、トウモロコシ100円、ぶどう100円、ミルクも100円。まだありますよ。あ、まだありましたか。これはストロベリーポップコーンも100円。ついに3代目こちらですね。オープン。ひなこちゃんがクールな眼差しで見ておりますけど、気にせずに進めていきます。はい、来ました。かーい。え、これはなーに？これはーい。では準備ができましたよ。ほらね、セット内容だけでね遊んでいきたいと思いますけども、まずこちら電池式でね仕掛けがあるんですよね。ちょっと光が見えにくいな。これはねマイクだそうです。ね、私の音をマイクが拾ってくれるかしらね。とりあえずオン。わ、電話。はい、レジを動かしていきたいと思います。はい、いろんなものがねついてますけども、ではピーしていきましょう。はい、ではいらっしゃいませ。こちらね、プリンセスキャンディー。こうか。お、バーコード読んでますよ。はい、こちらね、チョコレートアイス。はい、こちらはプリンセスミルク。かわいいよね。お、ここにね置くこともできるんだよね。はい、こちらが、はい、こちらがうさももビスケット。お、ここも光ってかわいい。あ、そういえばマイク、あ、マイクはこれなんだね。あいうえお、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はははは。あ、すごい。こちらがプリンセスアイシャドウ。ね。次からは可愛いグッズがあります。これはコームですね。実際使えそう。あ、補聴バイ。これはね、マニキュアかしら。かわいいぞ。はい、これはクリームですね。こう、わかんないかしら。かわいいマークが入ってるコームですね。はい、最後にこちらです。かわいいティアラがついてましたよ。じゃあこれはこちらのバーコードの、ね、読み取りで。はい、はい、全部で1050円です。ではカードをスキャンしましょう。あ、P
きいって言いましたね。かわいい。では開けましょう。お、出てきた。1050円ちょうどのお預かりです。もうちょっとリアルに遊んでいけたらなって思います。今日は